こんにちは、平松瑠衣です。病院のかかり方についてお話ししていきたいと思います。手術確認シートの使い方について説明したいと思います。手術、手術だけでなくその他大きい治療を受ける場合、ちゃんと自分で理解しているか不安な人のため、または家族に説明をうまくできない人などのためにこのようなシートを作りました。手術の時に大切なのは、よくわからないけどとりあえず手術を受けようというのではなくて、ちゃんと理解して受ける必要があります。なぜかというと、どんな手術でも 100% 安全な手術というのはないので、何が起こることがあり得るのかよく知っておいてほしいからです。そのために必要なことは、医者の説明を聞いて自分なりに理解をするということ。ここまでは皆さんやってるんですが、それが間違っていたりとか認識が不十分だったりすることがあるので、間違ってないかを確認するためにこのシートが役に立ちます。よくある話として、手術は成功しましたよ、よかったですね、というお話をしても、いや先生、痛みが引いてないんですよ、というふうに言われることがあります。そして説明をすると、今回の手術は痛みが引くもんではないんですよ、という話になってしまうわけです。これは手術の前に医者からの説明はあったんだけれども、ついつい手術をすれば全部良くなんだろうと思ってしまって、十分に話を聞いていないと、こういうことが起きてしまいます。また、手術の合併症というのが起きたため、再手術が必要です、なんていうことがあります。そうすると患者さんは、すぐに手術が失敗したんでしょうか、というふうに思ってしまいますけれども、実際は手術の前にこういうことがあり得るということが説明されていることがあります。ちゃんと理解していないと、こんなはずじゃなかったのに、というふうになってしまいます。ですから、十分に理解をしてほしいので、これを使ってほしいなと思います。手術の内容を理解しているか自分で書いて、書くとき、どうしても全部覚えられるもんではないので、同意書など、向こうからいただいた資料を見ながら書いて、そして合っているかを確認してもらうシートになります。内容的にはこの A4 1枚で書けるようになっていますので、書くのには5分ぐらいでは書けると思います。実際拡大してみますと、まず一番上に名前を書いて、なかなか口で説明しづらい人もいるので、直接この紙を渡すことを想定して、医者に向けての文章を書いてあります。この度手術を検討する上で、理解が不十分で迷惑をかけることがあるので、認識が正しいか確認してくださいということが書いてあります。そしてまずは病名。病気の名前もよくわかってないけど、とりあえず手術を受けてしまう人がいるので、病気の名前を確認すること。そして、手術の名前がどんな手術名か。これは、場合によっては手術名は手術をしながら決定することもあるので、よくわからない場合はここは空欄にしてもいいです。これを書いた理由は、手術した後に、保険などでお金が下りる、どうこうの時に、手術名が必要になることがあるので、ついでに聞いておければなという意味合いも含めて書いておきました。大切なのは、手術のいいところ、悪いところというのを書いてほしいのです。手術のいいところは、ただ治るというのではなくて、どのぐらい、どういうふうに良くなるんだろうかとか、それとも、将来的に悪いことが起こるのを防ぐ。どっちか、現状として説明を受けたことを書いてほしいんです。例えば、痛みに対する手術で、痛みを取るというのが目的なこともありますし、現状は痛くも痒くも何ともないんだけども、このまま放っておくと命が危ないから手術をするのか、そこら辺をはっきりと確認しておいてください。そして重要なのは手術の悪いところ。どんな手術でも 100% 安全なものはないと先ほどお話ししました。悪いところは何かしらあります。ですから、例えば手術後の傷口が痛むことがある。合併症危険性が起きることで何か問題が起きることがあるというのを聞いてほしいんです。大体の費用、大体の入院期間、手術時間、ここら辺に関して、特に費用に関しては医者がわかんないこともありますので、事務の方や看護師の方など、周りの人に聞く必要がある場合もあります。入院期間や手術時期、時間については、
大体医師が答えてくれると思います。また、どんな手術でも本当に緊急な手術以外は治療をしないという選択肢もあるわけです。ですから、いよいよ私は手術をするかしないか、医者に勧められたから何でもいいからするのではなくて、しないと実際どうなるのかをある程度考えてほしいんです。そのために手術をしないと、治療をしないとどうなるのかを書いてほしいです。その他に心配なことがあったら書いてほしいです。で、これは心配なこととは別にお願いしたいことなどが書いてあればと思います。実際に例を見ていただければと思います。名前を書いて下に文章が書いてあります。で、病名、例えば白内障。白内障の手術が水晶体再建術というふうな手術の名前ですね。で、手術のいいところが、例えば今より視力が出るというのがあって、メガネがいらなくなると、例えば書いたとします。もしこの認識が間違ってた場合、医者や看護師さんなど周りの人に一応確認してもらうと、実はメガネがいらなくなるってことはないんですよ、というふうに訂正される場合があります。こういうふうに自分が間違ってるということを、向こうにチェックしてもらう方がいいです。また、手術の悪いところ、例えば目にバイ菌が 0.1% の確率で入る。間違えて確率がここ 10% だったりしたら、それは訂正してくれると思いますし、絶対知っておいてほしい悪いところが書いてなかったりした場合も、それもまたある程度は訂正してくれると思いますので、そこら辺を書いてほしいです。で、大体の費用、入院期間、手術時間、まあ、これは具体的な数字です。わかりやすいです。で、治療をしないとどうなるかということですけども、さっきした治療をするといいことの逆ですね。見やすくなるんですから逆は見づらくなってくるということですね。で、その他、例えば、この例ですと、土いじりが趣味で、手術後どのぐらいで土いじり、まあ、再現とかそういうことができるのかっていうのが、ちょっと心配なので聞いておきたいなっていう場合、書いておいていただければ。で、手術とはちょっと関係ないんだけども、お願いしたいこと、例えば、年金暮らしでお金がないので、なるべく費用がかからないようにしてほしいとか、ここに書いてあるように難聴なので大きな声で話をしてほしいとか、どうしても娘に手術のことは知られたくないので娘には話さないでほしいとか、そのように具体的なことを書いていただければと思います。こういうように自分で手術の内容を確認する。もちろんチェックを受けてもらうのが一番いいですけども、どうしても気遅れしてしまう場合は、それをしなくてもいいですから、せめて自分でいいこと、悪いことだけはちゃんと確認して、後悔なく手術を受けるような準備をしていただければと思います。